北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の鈴木、対するジャイアンツの先発はルーキーの直江、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。バッターは湯浅、第9球真ん中見逃してストライク。第2球打った、ショートバウンド、ここは守備に阻まれました。これで2アウト。右の直江マウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッター、打った、流し打ち、サード左、アウト。これでワンアウトランナー一塁という場面で高浜投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、高浜いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。打ちました、湯浅バックしていった、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁、変わりません。万波中正、第9初球出てた、破った、ライトバックホーム、万波ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。打ちました、ライトへの打球掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。ジャイアンツこの回2アウト満塁のピンチでしたが、後続はきっちり抑えました。1回が終了しまして、ジャイアンツ同じく立ち上がり、ファイターズ追う展開で迎える2回です。2アウトランナー1、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナー黒羽残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える3回です。バッターは湯浅、最初のバッターボックスは内野ゴロに打った、強い当たり、伸びた、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツリードで迎える4回です。2アウトランナー1塁という場面で湯浅、真ん中に決まった、ストライク、まずは見送りました、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、内角低めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました、投げました、外、取りました、これで3アウト。1塁ランナー松原残塁に終わりました。4回の表が終わって3対0、ジャイアンツこのジャイアンツリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で湯浅、ストレートはストライク、いきなり151キロ、投げた、流し打ち、どうだ、ここはうまい守備に阻まれました。ジャイアンツここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁、ショーフライになった、ボールを取る、ピッチャーから三塁送球、三塁フォースアウト、送りバント失敗、ジャイアンツなおもピンチが続きます。低め空振り三振。リプレイをご覧ください。7回の裏が終わりまして3対1、ファイターズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。ジャイアンツリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で湯浅、第9投げた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、スコアリングポジションになった。ファイターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター谷内、スタンドから低め空振り三振、ボール球で仕留めました。ジャイアンツ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは若林、本当に今日は大活躍でした。